オストルフ・ビエル・コポルスキ市長者、オストルフ・ビエル・コポルスキは、ポーランド中央部のビエル・コポルスカ県にある都市。オストルフ・ビエル・コポルスキ軍の軍庁所在地で、県内では、ポズナに、カリシュ、コニン、ピワに次ぐ、第5の都市である。人口は72,364人。かつては単に、オストルフと呼ばれていた。ドイツ語名は、オストロボラテン語名は、オストロビア。 防備で固められた10世紀の小規模な住居跡が町の北東で発見されている。1404年に都市圏を得たが、大火や戦乱のためほとんど発展することはなく、1711年に町としての資格を喪失した。1714年、オストルフの危険の一人ヤンエルジップ・ジェーベンドフスキは王宮に向かい、都市圏の再びの貸しを要請した。 その結果、元水フランツシェクビエリにスきの計らいで、従来の権限を上回る都市権が与えられた。もう一つの名家であるラジビウォビエ家も町のパトロンとして多くの投資を監督した。町の支配層による行き届いた姿勢や住民の働き、当局の献身的な行政、知性なども相まって、オストルフはその後安定的な成長に転じた。 特に鉄道が交わる要衝となったことは街の発展に大きく採用した。ポーランド分割や二度にわたる世界大戦の期間には民族主義運動の重要な中心地となった。1918年には市民の放棄が発生し、オストルフ共和国と呼ばれる自治政府が一時的に出現した。無欠で実現したこの放棄によってすべての政治権力が プロイ戦闘局から共和国の手に渡った。戦艦機に入ると街はポーランド屈指のスピードで発展した。人口が倍増し、きらびやかな住宅群が建設され、鉄道車両の製造が開始された。第二次世界大戦中にはナチスドイツが労働収容所を町内に建設し、193人がそこで命を落とした。オストルフでは、 ハンナチスのクワダテモビエルコポルスカ地方で最も活発に行われた。ポーランド人による地下抵抗組織、武装闘争同盟ポズナニ本部はゲシタポに検挙された1941年、オストルフに移り、ここからポズナニ地域における組織の再建を行った。2013年7月には第17回欧州グライダー選手権がオストルフで開催され、 地元選手のウーカシュブワシチクがクラブクラスで銅メダルを獲得した。ありがとうございます。